あれと思った瞬間にも来てるんですよ。早い早いだから。さあ帯同です。クロービーワールドで公開した帯同の動画はなんと23本、その全部が大反響でした。空手のような美しい型から体操選手のような宙返り、ド派手な蹴りや大勢との戦いなんてまるでアクション映画。これ全部入ってるのが帯同なんです。めちゃくちゃ難しそうですよね。でも武道や体操の経験がない人が大学の部活から始めて卒業する頃には全部できるようになるんですって。信じられます？でも本当なんです。今日はその秘密を大公開。教えてくれるのは帯同界のスーパースター、中野哲司先生。帯同やってみませんか？じっくり聞いちゃいましょう。あなたにも帯同ができる。帯同は線、運、変、念、点とありまして、旋回する動きと、ジャンプする動きですね。あと体を倒す、あとはねじる動きがあるんですけど、あとは宙返りする動きがあるんですけども、展開する動きをご覧いただいてよろしいでしょうか？はい、旋回ですね。そうです。旋回する動きはこう旋回します。例えばこう相手が後ろにいる状態で振り返っていくこんな感じだとか、ね、先ほど展開競技見ていただいたんですけども、はい、1対多数で囲まれておりますので、その中で旋回する中でどこを打ってもいいですね。旋回はこちらを打つかもしれないですし、こちらを打つかもしれないですし、変な話あのこれも旋回する動きになります、ね、これも旋回する動きなので、これはやっぱり腰が入っていない状態になりますので旋回する動きです、はい、なのであの私たちの場合こう掴まれた時に旋回するこの体で全て対処しようとしていきますね。そうですね、手足から軸の話が大体始まると思うんですね。手足だけじゃなくて体の軸を使えて、私たちはまず軸の動きから、その後手足の話なんですね。順番が軸からです。この線の動きをご覧いただきたいと思います、はいはい、では、柔軟素から線技から電技、線技中心で行っていきます。はい、始め。ではジャンプする運技をご覧いただこうと思います。運技はこの前にしっかり防御を作って打ってくる動きになるんですけど、それをこう空中でもしっかりやっていくものですね。なのでこう開いてしまうとあのただ の, こうあの雑な動きになってしまいますので、飛んでいたとしても開かない、崩さないというのを意識して飛びながら打つという形になりますね。で飛んだ後に打つ蹴りが例えば前回し蹴りのこうようなものであってもいいですし、あの突きであってもそれは構わないんですけども、あのした運の動向誤解というものがありまして、うん、あの運技を打つ際のコツはしっかり収めなさいというふうになっております、はい、この一般的に例えば普通の空手の道場とかでは、うん、こう飛び技系っていうのは非常に難しいもので、うん、後回しにこうなっていると思うんですけども、うんうんうん、それが基本的な稽古の中に態度では入っているんですよね。そうですね、はい、うん、あの
そうですね、私は高校生の時に器械体操をやっていたんですけども、そこでの練習は例えばバク転ができたから爆臭をするわけではないんですよね。全部やるんですね。全部やるから、基礎的な動作が早く習得できますので、例えば彼らは中学生でもものすごい技をやったりしますよね。基本はものすごく大事なんですけども、基本にとどまっているとそのゴールがわからないので進みがやはり少しゆっくりになってしまいますので、答えはいつも人間の体は手は2本で足は2つで変わらないので、基礎は変わらないんですけども、ゴールはやはり作っていかなきゃいけないので、基礎を掘っていく作業とゴールを探していく作業は両方必要だと思っております。なるほどですね。では倒れる動き、はい、ご紹介してよろしいでしょうか。これを持ってきます、はい、こういうふうに、例えばこれが剣だったらってことですね。相手の突き切りが剣だったらっていうのを想定して、けさの動きも避ける、まあ、受けてもいいんですけども、けさの動きを避けるっていうことですね、はい、これは態度で一般的に行われてるんですか、先生の道場で。でも割とその珍しくはないと思います、はい、なのでそのまま戦場で、はい、そうそう、もっと思いっきり、はい、はい、形でどんどん倒れる力を使って打っていくような形になります、ね、はい、じゃあ構えがいい、うん、で、そしたらマンズ蹴り、はい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 、いきます、はい、はい、このような形で、どちらの蹴り、例えば右の蹴りで打ってきた時に、はい、はい、この形になりますね。で、逆でいくんだったら、その、はい、この形に、変技でしたっけ。変技ですね。体を変える、変化させるので変技と言います、はい、木が倒れるように行う技ですね、はい、なので枝が倒れるぐらいじゃダメなんですね。もう根元から倒れる力で打っていきますね。それはなかなか難しい、そうですね。そうですね、そうなんです。ちょっとミットを持ってきてもらっていいかな。自分が崩されてしまった時にいつ蹴ればいいかってことですよね。倒れた時にこう例えばこう足でなんとなくこんな風になってしまっては良くないわけですね。でその時に要点を中心に体が頭が下がる力を足に乗せて技を打っていきますので、しっかり持っていくことですね。でそれが下がれば下がるほどこの上下の力が生まれますので、このしっかり打っていくってことですね。ちょっとね、はい、はい、しっかり打っていくですね。このままこの形になりますね。でそれをこうちょっと構えを変えてもらって、はい、じゃあミットを置いてもらって、右の線上切りを打ちましょう。1、はい、という形で打っていきます。相手の技をかわしながら打つ形になります。手を先につくわけじゃないんですね。体を倒すのと手をつくのと蹴り出すのは同時にいくわけですか。そうですね。ただこれがまた少し面白くてですね、はい、相手が移動していくときに両手を安易についてしまうと変化がつけられないんですね。そうなんです。こう動いて相手を追っていくのと同じなんですけども、相手がもし少し動いていくのであれば右手をつくのをちょっと遅らせるんです。お足の位置もちょっとずつ変えて、このちょっとこの、はい、こっちに動いてます。このような形で体ごと自分と相手のつないで水中線を動かしていくんですけど、はい、それを変化させてもやるんですね、はい、変化させてみたら、飛び線上で、はい、1、はい、あ、でこのまま形が折っていくような形です。こういう形でいきますね。なので相手がもっと飛び線上じゃなくていいのか、もうちょっとこっちに行くような、はい、その時に軸足ごと折っていくんです。軸足ごと、はい、軸足ごと折っていきます。これさっきやられた半月、そうです、半月当てです、年体半月当てです。あこういう形で打ってきます、ね、うん、もう一回いきましょう、はい、1、あこれをこっちの人、うん、態度やってない人だったらびっくりしますよね。そうですね、普通の小柄武道の人だったら、うん、でかかとで打つんですけど全身で振るので、態度でも一番怪我が多い技ですね。やっぱり馬が後ろに蹴上げるのと同じなので、毎日こう体を後ろに
前に前進させてる筋肉でやりますし、かかとで打ちますので、一番硬いところで一番すべての背中だとか全部の力を使って打つ技になりますので、非常に威力はある技になりますね。それをでも振って相手を怪我させないで戻れるところまで行って初めて技だというのが、これめちゃくちゃ難しいですよね、これね。まあ簡単ですって人はいないと思う。難易度がすごい高い。そうですね。でもこれは黒帯以上が練習するとかではなくないわけですね。そうですね。ちょっとじゃあ基本技の練習をご覧いただいてよろしいでしょうか。はいはいはい、お願いします。変技と念技の基本技をご覧いただいて、はいはい、最初結びラッチ、よいしょ、ダイ、はい、トキリ、連帯右で、はい、ラッチ、はい、サン、はい、ちょっと早くいきます。年配半下座で、ないんですかこれ。そうですね。あんまりみんなぜもうぜいぜい言ってないですね。すごいですね。はなんかはあ、はあ、って言ってないですね。そうですね。歩いてるのと変わらないでやってほしいですね。すごいな。すごいですね。そうです。なのでまさに待機ですね。呼吸の用法なので、これで呼吸が乱れちゃうんだったら多分意味のない動きをやってるんですね。ああいうふうに例えば相手に押されて。倒れてしまうときに乱れてしまうのか、はい、まあ、倒れてしまってそのまま打てるかっていうことです、いや、まあ、そうですけど先生が乱れないのはもう分かってるんですけども、こういう学生さんで大学に入ってから始めた方たちがこんなにっていうのは結構僕新鮮ですね、はい、大学に入って、はい、大学から始めた子でちょっと同じことやってみましょう。はい、トニス、はい、あい、倒れても変わらないんです。あ、すごいですね。変わらない。それが態度の一番大事なところですね。いやいや、お見事、お見事です。宙返りする天技の、はい、上手な選手を紹介したいなと思いますので。繋げられる？もっと縦に繋げられる？繋ぎはもっといけるかな？着地を真下じゃなくて回転がここまでいって最後に仕掛けをしっかり作っていきましょう。この次の引き付けと同じ力ですね。先ほどに比べてつなぐ力が縦に回転する力をそのまま次の力につないでたと思うんですけども、あれも結局は蹴りの引きつける力を今使ったらすぐ慣れたんですね。この突き蹴りの用法が全身運動と結びついている、この蹴りの引いた先があるということですね。先があるということが態度の面白いことだと思います。これはもともと体操とかやったんですか？やってない。
体操とかやってない？全くやってないです。え、大学で始めたんですか？はい。お、すごいですね。女子もじゃあアンナとイナミとロンバクパン。はい。今のは全然序の口なんですよ、はい、あの大体こう助走はいりますよね。カポエラとかみたいな助走をつけてやりますよね。まあ、で我々は助走なしでやるんですよ。助走なしでやるんですよ。助走なしでやるんですよ。振りなし、いきなりあのマックススピードを出すのが要はこう予備動作なしでっていうのが私たちの大事なことで、軸ごと移動していくので、手を振ったから前に出るんじゃないですか、足を振ったから前に出るんじゃなくて、あの車と同じです。エンジンが動くからシャフトが動いてタイヤが動く。タイヤが動くわけじゃなくて、タイヤが先に行ってボディがついてくるわけじゃなくて、エンジンが動くから全体が動くっていうことを一番念頭に置いて練習してほしいという。今できる子たちも1年生の時はやっぱり全然できなくて、だんだんできるようになっていきますので、それが態度の面白いところかなと思っております。こんなにもたくさんの技術を初心者が数年でできるようになる、すごいですね。態度はあらゆる面から人間の可能性を広げる武道なんですね。創始者の願いをもとに、たくさんの先生方が作り上げた教えて育てる仕組みがその秘密だと思います。さあ、あなたも態度を始めてみませんか。黒帯ワールドをご覧の皆様、世界で、日本で、全国で態度の道場、大学ありますので、ぜひ興味が湧きましたら体験に来てください。千葉大学、拓殖大学態度部もよろしくお願いします。二松学舎大学もよろしくお願いします。新入生の皆さん、待ってます。ようこそ素晴らしき武道の世界へ。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。 黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。